いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたしますドジャースが3年連続の地区優勝大谷は勝ち越しタイムリーメジャー23年ぶりの400塁打も達成日本時間9月27日ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでのパドレス3連戦の最終戦を迎え7回裏に一挙5点を奪って逆転勝利 首位攻防3連戦を2勝1回の勝ち越しで終え3年連続となる地区優勝を決めたドジャース3番手のアンソニー・バンダが打者4人をパーフェクトに抑える好リリーフで3勝目をマークパドレスは高騰していた先発のジョー・マスグローブが7回裏に同点弾を浴び2番手のタナースコットはドジャース打線の勢いを止められず6敗目を喫した鮮やかな逆転勝利だった5回表に ルイス・アライズの内野ゴロの間に1点を先制されたドジャースは6回表にザンダー・ボガーツの犠牲フライで追加点を奪われ2点を追う展開に打線は6回までマスグローブの前に無得点に終わったしかし7回裏先頭のマックス・マンシーがフォアボールを選んで出塁するとウィル・スミスの20号ツーランで同点にワンアウト後ヒットと打撃妨害で1・2塁のチャンスとなり 大谷翔平選手がライトへのタイムリーを放って勝ち越しに成功したさらにムーキー・ベッツにも2点タイムリーが飛び出しこの回一挙5得点負傷交代したフレディ・フリーマンの状態は気になるところだが8回裏にはアンディ・パヘスの12号ツーランでダメ押しし本拠地のファンの前で3年連続の地区優勝を決めた大谷は1番指名打者でスタメン出場し初回の第1打席はショートゴロ 3回の第2打席はファーストゴロで凡退しかし6回の第3打席でライトへヒットを放つと7回の第4打席ではこの試合の決勝点となるライトへのタイムリーを放った得点圏では直近の11打数で10安打打率9割9厘という驚異的な勝負強さを発揮松井裕樹と対戦した8回の第5打席はレフトへの二塁打を放ちメジャー23年ぶりとなるシーズン400塁打を達成した 5打数3安打ダ1打点でチームの勝利に貢献し、今期の成績は打率3割5輪、53本塁打、126打点、56投塁、OPS は1.030となっている。最後までご覧いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。